12月の壁面飾りの背景を雪の結晶のタンポステンシルで作ってみました。型紙は普通の色紙を使います。少しずらしております。こうすると失敗が少なくなります。次は角と角をぴったりと合わせてください。これを180度回します。そして角を中心のところにぴったりと合わせております。ここが中心です。中心の部分に爪を当てて角のところを先ほどつけた折り目のところにぴったりくるように折ります。ここですね。そうするとこの角が60度になります。裏返して折り目と折り目を合わせておると綺麗な六つ折りができます。これをさらに半分に折って大体60度に切り目を入れてまっすぐ切り取ります。これを型紙に使います。結晶は一つだけではなく大きさや形を変えて何種類か作っておくときれいです。型紙を使う方法の動画もありますのでどうぞご覧ください。次は色をつけるためのタンポの作り方です。網目模様がきれいに出る布に毛糸や綿を詰めてストッキングで作った輪ゴムで巻きます。こちらも動画がありますのでどうぞご覧ください。繰り返し使えますのでたくさん作っておくとみんなで一緒に作業ができます。少量の水と絵の具を入れてタンポになじませます。くるくるトントンを繰り返したら網目が出るかどうか試し押しをして確かめます。型紙を手で押さえてその上からタンポを押し付けます。ここでは一人で作業していますが二人一組で作業するともっと簡単にできます。一人が型紙を押さえもう一人がタンポを押すとずれずにきれいに押すことができます。大きな紙に押すときには一人では作業が大変です。実際には型紙やタンポをたくさん用意して何人かで手分けをして押しています。空いているところにどんどんと押していきます。大きさや形も考えながら押しましょう。背景が完成したらその上に12月らしい飾りを飾っていきましょう。